こんばんは。間違った。お晩でした。もちこです。はい、こちら何が入ってるかというと、スナイデルと 1LDK のムック本です。イエーイ。でね、このムック本付録がすっごい可愛くて欲しかったんです。でね、まずこっちのスナイデルのムック本についてるのはファー素材のふわもこサコッシュ&シルバーポーチですね。このサコッシュが可愛くて秋冬めっちゃ使えそうなね、ふわもこのサコッシュなので、これ絶対欲しいなと思ってました。でもう一つこっちの 1LDK のムック本なんですけど、こっちはあのこのねトートバッグ兼ショルダーバッグが付いてるんです。ムック本に付いてる付録って、実際に本屋さんでこの付録だけ開けて中身を確認することってできないと思うので、買おうかどうか迷ってる方に向けてもレビュー動画をしていきたいと思います。ではレッツゴー。まずこちらスナイデルのムック本の付録から見ていきたいと思います。うっなかなか取れない。あカッターが必要ですね。これはカッター案件だ。開いた。めちゃくちゃ可愛くないですか？可愛い。可愛いんだけど、しかもすごい肌触りがふわふわもこもこで気持ちいいです。本当に今回のムック本は1800円プラス消費税、まあ、2000円くらいでこのスナイデルでこのクオリティはめちゃくちゃいいんじゃないかなって思います。サコッシュの大きさは縦が19で横が25、こっちが19で25で、中身は黒ですね。黒のシャカシャカみたいな素材です。中にこんな風に2つポケットがついてて、外にもう1つポケットがついてて快適に開け閉めができる感じです。ここ両サイドに、紐を留めるところがついてるのでパチッと入るようになってます。実際にねサコッシュ背負ってみたいと思います。かわいい。やばいな、めっちゃかわいいな。やばい。めっちゃいい、めっちゃいい、かわいい。どんな服装にも合うと思う。秋のコーディネート、一気に秋感を出すには結構こういうふわもこのアイテムってすごいいいと思うので、9月、10月、11月とか冬本番になる前はすごいこれ使えそうだなって思います。そしたら実際にこのサコッシュの中にいろいろ物を入れてみて、どれくらい物が入るのか検証してみたいと思います。まずは私が使ってる財布、長財布、あ、全然入ります。はい、入りました。私が普段使ってるポーチ、これも余裕で入りました。まあでもこの2つ入れたらもう正直満杯かな。外側のポケットのとこにスマホとかね入れれるかなと思うんですけど、昔私が使ってた iPhone4S、 お、余裕で全然入りました。想像してたよりすごいふわふわで手触りもいいし、結構いろんなもの入るし収納力もあるし、すごいいいと思います。あともう一つこうついてたシルバーポーチ、こっちは大きさが縦14の横18です。こっちはなんかポケットとかなくてもう普通にこのポーチっていう感じですね。はい、紐を取り付けました。これはこれで可愛い。これこそボーイッシュななんか服装するときとか、春夏とか夏とか特に
このシルバーのポーチは結構ね活躍する気がします。いやすごい可愛いですね。もうスナイデルさすがだなって感じですね。次は 1LDK のこちらですね、ムック本の方を紹介していきたいと思います。じゃじゃーん、こっちもこっちで可愛い、すごいいいぞ。値段は2200円プラス消費税です。こういう風に手持ちでも使えるし、これを背負うことでショルダーバッグとしても使えるし、ツーウェイなんですよね。どっちとしても使えるから、それがねいいなと思ってね、気に入って購入を決めました。でこのロゴもすごいシンプルで、ユニバーサルプロダクツで、ここにちっちゃく 1LDK、10周年のアニバーサリー的なことがねちっちゃく書いてるんですけど、すごいロゴがシンプルでいいなと思いました。あとここのボタンついてて、ボタンにもなんかいろいろ文字が書いてますね。裏面は無地です。だけどボタンには表と同じくこんな風に英語が書いてあります。パチッと留めれるスナップボタンになってます。こっち側に内ポケットが一つついてます。これですね、まあなんかスマホとか入れるのにちょうどいいくらいの大きさかなって思います。大きさは27cm×34cm、 こっちが27でこっちが34ですね。でこれもね実際に背負ってみるとこんな感じです。お、いいですね。でここの紐の部分が太くなってるので、あんまりこう肩にね負担かからない感じで、肩に優しい設計になってるのかなと思います。この持ち手を持って普通のトートバッグとしても使えるのでいいと思います。これはねほんと結構ねいろいろ入ると思います。このムック本2つ入れてもちゃんとボタンを留めれるくらいに余裕はあります。それに、財布とか、このポーチとかですけど、ちょっとデカめのこのポーチも入るし、あとこのペットボトルですね、500ミリリットルのペットボトルも入ります。全部入れたらこんな感じ、ちょっとパンパンになっちゃいましたけど、入ることには入ります。これね結構ね意外と重量、結構たくさん物入ってて重量があるんですけど、この太いショルダー紐のおかげですごいね軽く感じます。かわいいね、めちゃくちゃ気に入った。これも結構本当にたくさん物が入るから、なんかお泊まりする時とかにいろいろ服入れたりとかタオル入れたりとか、そういうのにも使えて、すごいいろんな使い方ができると思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。スナイデルのムック本も 1LDK のムック本もどちらとも私はとっても気に入りました。それでは今回はスナイデルと 1LDK のムック本の付録の紹介をしました。この動画がいいなと思った方、参考になったと思った方はぜひ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。他にもいろいろ動画を出してます。ぜひ他の動画も見ていってくださると嬉しいです。それでは以上、もちこでした。したっけねー。